皆さんこんにちは、ビリエージェント大林です。今回はダンベルを使って上腕二頭筋ですね、力こぶの筋肉を効率よく鍛えていく、太くしていく種目をご紹介していきます。自重のトレーニングではね、どうしても器具なしだと上腕二頭筋は鍛えにくいということで、なかなかご紹介する種目がなかったんですけれども、ダンベルがあればね、太くするだけの強い刺激を加えることができますので、ぜひねこの動画を参考にしてね、上腕二頭筋も太くしていただければと思います。第1種目目はインクラインカールですね。ダンベルだけじゃなくてね、インクラインベンチ、背もたれの角度が調節できるベンチも必要になってくるんですけれども、ダンベルを買うぐらいでしたらね、思い切ってインクラインベンチを買ってください。インクラインカールはね、上腕二頭筋がストレッチされたところで非常に強い負荷が上腕二頭筋にかかります。でこのストレッチの刺激というのは筋肥大に非常に効果的だと言われてますので、このねインクラインカールをぜひやり込んでいただければと思います。そして2種目目ですけども、オルタネートダンベルカールですね。ダンベルアームカールのバリエーションなんですけどもね、詳しいやり方は別の動画でご紹介してありますけども、交互にやっていくダンベルカールです。一つのバリエーションとしてね、このねダンベルオルタネートカールやっていただければなということで、今回の動画ではこちらをご紹介させていただこうかなと思います。いろんなコツもあったりするんでね、解説動画をぜひご覧いただければなと思います。そして最後3種目目はハンマーカールですね。実はこの上腕二頭筋と上腕三頭筋の間に上腕筋という筋肉がありまして、もうね僕オフで太ってるんで上腕筋が見えないんですけども、上腕二頭筋の下にね上腕筋という筋肉があって、上腕筋が大きくなると下からね上腕二頭筋をグッと押し上げてくれるんで、それだけね腕が太くなりやすい。上腕筋とかね、あとまあ前腕の筋肉ですね、この辺の前腕の筋肉もしっかり鍛えておくと、やっぱり太くてね男らしいかっこいい腕に早く近づくので、ハンマーカールを、ね、おすすめさせていただきました。上腕二頭筋のね腕のね太くなり方効率が違ってきますので、ぜひ参考にいただければと思います。今回はですね、ダンベルで効率よく上腕二頭筋を鍛えて太くする種目3種目ご紹介させていただきました。インクラインカールとオルタネートカールとハンマーカール、この3種目を取り込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。